製造開始当時の工場イスズバス製造株式会社は1997年から2004年9月まで存在したイスズ自動車100%出資のバス車体製造会社。略称は i バス、IBM。2004年10月、j バスが日の車体工業とイスズバス製造の2社の存続会社となり3社合併した。 イスズバス製造になる前の1997年以前については、ルーツは、川崎重工業グループの航空機製造会社で、第二次世界大戦後の民主転換で、バス車体の製造を始めたことによる。変遷を大まかにまとめると、川崎産業、川崎岐阜製作所、川崎航空機工業、川崎重工業、川重車体工業までの各身が原工場時代。 その後のスズ自動車50%出資の愛コーチを経て、イスズバス製造となる宇都宮工場時代に分けられる。本校でもその2つの時期に分けて説明する。第2次世界大戦の敗戦により、日本は GHQ から一切の航空機関連活動を禁止され、航空機専業メーカーであった川崎航空機工業は市場と顧客と仕事のすべてを一挙に失った。 そこで他の軍需企業もそうであるが、残存の製造設備と資材を活用し民需生産に転換して会社の再建を目指すこととし、同社の岐阜工場では家庭用品、農機具、電気器具、自動車部品、防石機など様々な製品を製造した。そうした中で1948年により、同社戦後初の本格的な事業として、 航空機の製造技術を生かしたバス車体の製造に乗り出す。終戦直後頃までの日本国内製のバスボディはボディオンフレーム構造で製作されるのが普通であったが車体重量が重いことが難点であった。これに対して川崎産業では航空機で用いられていたモノコック構造を当初から採用した。モノコック構造の車体は強度部材の重複がなくなって 従来より格段に軽量化され、引いては車両性能の向上にも寄与した。製造工程には、航空機製造用であった設備と技術が用いられ、複雑な形状の外板は、大型プレス機で一気に加工成形された。なお、同時期から1950年代初頭にかけて、富士産業など、他の大手高地ビルダーも、相次いで、モノコック構造を採用している。 戦前に六工号を製造していた川崎車両部は、戦中の94式6輪自動化車を縁に、ジーゼル自動車工業株式会社との関係が深く、1950年より、同社と提携を組み指定車体メーカーとなった。1966年に、日本の路線バスボディでは、初めて H ゴム指示のスタンディウィンドウを廃止、フルアルミサッシの二眼窓を導入した。 また一世を風靡した通称オバキューボディやイスズキュービックなどその斬新なデザインや技術力には低評価があった。モノコックに代わるスケルトンボディの採用は1984年と業界内ではやや遅かった。他に地理的にシャーシ工場が近接していた関係からかつては中京、新越圏のバス事業者向けを中心に 三菱自動車工業製やトヨタ自動車製、日野自動車製、日産自動車製のバスにも仮装していた時期があるが、1974年以降は、伊子図製バス以外の製造実績はない。川中とライセンス生産していた高知ビルダーもあり、戦前に乗用車、日光号を作った東京と港区の安全自動車は、バスボディ製造も手掛けていたが、1956年に、 安全車体工業としてバスボリ部門を独立。1964年には川崎航空機と提携してライセンス生産を行っていたが、1968年にバス部門は川崎航空機に統合されている。また1960年代から1970年代にかけては熊本県の松本車体製作所が川崎航空機工業及び 川重車体工業のバスボディをライセンス生産し、県内のバス事業者に納入していた。また、関連企業として、川崎航空機岐阜工場の協力会社として、発足した岩戸工業があり、バス車体の更新修繕や、ファンタスティックバスのカスタマイズを手掛ける。川重では、バスボディだけではなく、トラックのボディ仮装も、多数手掛けていた。大型路線車大型観光。 高速車中型車小型車いすず車以外いすず車その他1986年2月28日にいすず自動車との合弁会社愛、コーチ株式会社を設立し、同年より生産開始。1995年には北村製作所のバスボディ製造撤退により事業を譲り受けしている。愛コーチ時代の製品については大型観光スーパークルーザー、大型路線キュービック、 中型ジャーニー系を参照。イスズバス製造時代の製品については、大型観光ガーラ、大型路線、エルガ、中型観光ガーラミオ、中型路線、エルガミオをそれぞれ参照。IK コーチ発足により、製造途中から、車体メーカーが、川重車体から、IK コーチになっている。J バス発足により、製造途中から、車体メーカーが、イスズバス製造から、J バス、 宇都宮工場になっている。ありがとうございます。